こんにちは、日本語クラスです。今日はこれの話をします。はい、日本の食べ物、美味しい食べ物、夏の食べ物です。はい、美味しそうです。はい、夏です。今夏です。はい、夏といえば日本は祭りです。はい、祭り、日本人大好きです。祭り祭り、そして祭りの時には美味しい食べ物が食べられます。はい、こういうお店が、祭りのところに出ます。はい、出店と言います。はい、これは神社の中にこう店がありますね。はい、この中にですね、いろんな店あります。たこ焼きとか、これはチョコバナナだし、焼きそばもとても人気です。はい、そしてその中にですね、これ人気です。暑いですから、夏は暑いから、これアイスです。そうですね、アイスですが、このアイスは氷と言います。水を冷凍庫に入れて、それを切って、アイスにしたもの、それですね。はい、アイス、これ日本語でかき氷と言います。かき氷、かき氷です。この漢字書いてあったら、あ、これ買えますよ、かき氷。これだいたいいくらですか？祭りの時のかき氷はだいたい300円ぐらいです。はい、もっと安い時もありますが、だいたいこのぐらい。はい、300円。で、これもかき氷です。これはサクサクサク、ちょっと硬い氷です。そして日本には今このかき氷好きな人とても多いです。はい、日本人で今このように祭りの時のようなかき氷ではなくて、もっといろんなかき氷が日本にたくさんあります。できています、作ってます。はい、それを今日紹介します。はい、いろいろなものがあるので、このように分けました。例えば一つは、かわいいかき氷、抹茶のかき氷、有名なかき氷、高い、高いよこのかき氷というかき氷、あとはふわふわ、柔らかい、氷ですかこれというものです。そしてコンビニでも食べられる美味しいアイスを紹介しますね。はい、ぜひ見ていってください。じゃあまずは最初に、これから可愛いかき氷を紹介します。何可愛いって、食べ物で可愛いって何ですか？はい、これです。見てください。なんか大きい、大きいな。はい、そうなんです。さっきのこのような、これコップですね。コップですので、まあこのくらいのサイズなんですが、今紹介しているのはもっと大きいです。はい、これもかき氷です。はい、これ、そしてよく見ると何ですかこれ、何、動物がいる、かわいい。そうなんです、かき氷、ここですね、かき氷の上にこのようにかわいいのが乗ってます。上に、はい、これ、あー、かわいいですね、本当にね。はい、ここに帽子があるし、はい、で、ここにシロップもかかっています。はい、さらに、あ、近くで見るとほら見てください、かわいいです。これ全部食べることができますよ。そう、このようにですね、ここがかき氷で、シロップもあって、これをかけてまた味を変えながら食べる、食べるとき楽しいですね。味が少しずつ変わります。はい、そういう風にできます。これが、レモンパイですね。東京の吉祥寺というところのお店のものです。これさっきのお祭りのかき氷は300円ぐらいでしたが、これは1430円ぐらいだそうです。はい、でも作るの大変ですからね。はい、そして可愛いです。はい、おすすめです。じゃあ次行きましょう。じゃあさっき可愛いだったから、じゃあ次、有名、何、そう、これ、これです。どうぞ、ドーン。はい、これも大きいです、とても大きいです。これも、このくらい。はい、
これそう人の顔ぐらいの大きさがあります。はい、ここのお店、秘密堂という名前なんですね。秘密堂、東京の谷中という場所にあります。これとっても有名な店です。はい、かき氷といえば秘密堂、もうほとんど日本人知っているくらい、有名です。有名、そうですね、まず値段もそう1400円ぐらい大体です。はい、美味しいです。でここのかき氷は食べると冷たいですが、もう雲空の上の雲を食べてるみたい。ふわ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 、消えていく、口の中で消えていく、氷が消えていく、そういう味です。はい、そしてここの氷は普通の氷じゃないです。日光という場所、東京から、この店東京ですが、ここの水は東京のものじゃない、この氷は東京じゃない、日光という栃木県の場所のとっても綺麗な水を使って氷を作ります。そこの氷を持ってきて、それを使って作ります。これだから美味しい。はい、そしてお店ですね、ここちょっと映ってますが、後ろ、店のこれ作るところです。店の人が前で、目の前で作ってくれます。氷を、氷のブロックを入れてくる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 と回すんですが、そうすると氷ができるんですね。店の人が作ってくれる、できたて、できたものをすぐ食べられる、美味しいです。はい、一番人気は秘密のいちごミルクといって、いちごミルクの、味だそうです。はい、ですがここは有名すぎて、もし行く場合は朝から並んでください。はい、並びますだからちょっと大変かもしれませんが、もし東京に来た時は、はい、行ってみてください。美味しいです。はい、じゃあ次はふわふわいきましょう。ふわふわというのは柔らかいの意味です。とても柔らかいの意味。はい、見ましょう。ふわふわはどんな風に柔らかい、これです。はい、これが氷です。ちょっと写真で分かりにくいかもしれませんね。これはこう柔らかいです。この氷もとても柔らかい。はい、ここ何にもシロップがないですね。ここに、こっちにあるシロップをかけます。ここちょっと、素敵ですよね。上にね、神社のマークが、この店のシンボルです。このシロップをですね、氷の上にかけます。はい、これはいちごだし、これは、みかん味で、これキウイで、これはカルピスクリーム、クリームですね。でこれはココナッツチップスだそうです。これをかけるで食べる、これも楽しいですね。楽しい。最初はじゃあいちごからで、次は味を変えてできます。いろいろできます。楽しいです。はい、これもおすすめです。じゃあ次いきましょう。ふわふわの次は抹茶。抹茶です。抹茶好きですか皆さん。私抹茶好きなんです。抹茶も紹介します。これいい緑、素敵。はい、これなんだろうってね。はい、これ何ですか、ここは何ってね思いますね。はい、説明しますよ。これはまず、この、かき氷はお茶の店が作っています。専門店です。お茶を作るのが実は一番専門の店、これは東京ではなくて静岡県にあります。はい、お店始めてからもう70年以上ある、もう歴史の長いお店です。そこの、丸玉園さんのかき氷です。ですのでこのようにまずお茶が売ってます。店の中入ると、はい、お茶です。静岡というとお茶有名なんですね。美味しいんです、お茶が。はい、で店の中こうやって皆さん食べられます。はい、でじゃあさっきのかき氷注文すると、まず最初にこれが来ます。
何これって、え、そう、これ抹茶、抹茶をここに入れます、ここにちょっとあの水が入ってます、で入れて、はい、作ります、自分で抹茶をチュ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 作って、そしてその後ミルクを持ってきてくれます、店の人が。でここの中には少し甘い砂糖みたいなものが入ってます。でそこにこれを入れる、抹茶を入れると、まずこれで抹茶ラテ、抹茶ラテができます。まずこれだけでも美味しい、これも飲めます、はい、そう牛乳ですよ、そう牛乳で、これをこの上にかけます、美味しい、はい、でここにもっと甘いものがありますので、ここに入れてもいいし、ここにかけてもいいし、はい、まあ、ここに入れてもいいですね、はい、でよく見るとここ黒い、これはですね、あんこ、豆です、ビーンズです、黒い豆、はい、小豆と言います、小豆、甘い豆です、はい、そしてここにも少し見えますか、丸い白いものがありますね、これは白玉と言います、こういうもの、もちもちしてます、もちの小さいものです、はい、私大好きなんです、これ、これもこれも大好き、はい、このように食べます、自分でこのソースをかけて、まあ、ホイップをかけて食べられる、楽しいですね、そう、自分で好きなどのくらい入れますか、自分で決められます、楽しいです、そしてここも柔らかい、はい、美味しいです、こうなります、あーいいな、食べたい、はい、ですのでこれは、静岡抹茶づくし、1280円です、もし静岡に遊びに行った時ぜひ食べてください。じゃあ次は、高い、プレミアム、高いというか、すごく高級です、はい、それはこれ、わ、なんですか、ね、もうキラキラして綺麗だな、はい、これパフェですか、かき氷ですか、パフェ、そうなんです、はい、これも綺麗だし、これ抹茶味です、抹茶で、ここもあんこですね、豆入ってます、でこっちはメロン味、メロンです、かわいい、何ですかこれ、かわいい、はい、もうこれはメロン、メロンのイメージで作っているそうです、はい、こちら一つで2300円、ほっ、こっちも一つで2300円です、はい、ですが、これもですね、この氷も水がきれいな場所から持ってきました、長野県、はい、実はこの店は、東京です、だけどこの氷は長野県から持ってきました、遠いです、はい、遠いですよ、長野県の水のきれいな山の中から持ってきた氷を使っています、だから美味しい、はい、食べても頭、あ、冷たい、ならない、頭痛い、ならないです、大丈夫、はい、この2つ、食べたい人、これは東京渋谷区代々木の、お店です、それも実はこれホテルです、ホテルの中、小田急ホテルセンチュリーサザンタワーというこのホテルの中にありますので、もしよかったら行ってください、はい、いいですね、綺麗ですね、本当に、はい、このようにですね、いろいろありました、そして最後コンビニ、そうです、こんな高いの食べられないよ、2300円、無理ね、そうです、大丈夫です、食べられます、皆さんも美味しいアイス食べられます、これ紹介します、ですがその前にちょっと私も紹介、別の紹介、私のズームコースやっている、その紹介ちょっとします、ズームで日本語を皆さんに教えています、毎週土曜日と日曜日にやっています、こちらは会話の練習、こちらはビジネス日本語を教えています、とってもどちらもとっても楽しいです、よかったらぜひ来てください、お支払い、お金の払い方、前より増えました、クレジットカード、アップルペイ、グルグルペイ、リンク、そして銀行から払う
銀行振り込みできます。はい、そしてビデオレッスンもあります。 Zoom 時間がない人、ビデオレッスン JLPT-N2 の読解、読解の勉強できますよ。N1 も読解の勉強できますよ。ぜひよかったら来てください。リンクはこの下に書いてあります。このビデオの下ディスクリプションです。はい、そしてこういう連絡を Twitter からもしています。私の Twitter よかったらフォローしてください。リンク下に書いてあります。はい、じゃあ最後コンビニ行きましょう。コンビニもう皆さん日本に今住んでいたらすぐ買いに行けます。どうぞ行ってください。すぐ目の前のあのコンビニ行きましょう。例えばこれ、はい、有名、日本人みんな知ってる、そうです、これガリガリ君ソーダ味。はい、ガリガリ君はもう日本人みんな知ってると言っても嘘じゃないです。はい、もう昔からあります。はい、私も子供の時から食べている。はい、これですね、まずびっくりするのが安い。はい、今も、76円、税金入れて76円、本当に、ね、ただこれはあの値段変わりますので、まあ、あの私調べたらこう書いてある。いや、もっと安い場合もあると思うし、ちょっとこれから高くなるかもしれないですが、だいたいこのぐらい、はい、2000円とかしません。はい、これですね、シンプルなんです。とてもだけど美味しいです、本当に。はい、中はソーダ味、美味しいです。そしてもう一つおすすめ、これです。これ私子供の時大好きでした。はい、見てください、かわいいです。はい、これです。ここアイス、そしてここ、え、何、おにぎりですか？違いますよ、ここはですね餅です。餅柔らかい餅の中にアイスが入っています。はい、私大好きでしたこれ。はい、よく食べてました、懐かしいです。今これだいたい160円くらいで、コンビニで買います。スーパーでも買います。はい、ぜひ探して食べてみてください。はい、見てください。ここにこうやって餅の形してるんですよ。この入れ物もパッケージも餅が入ってる。かわいいでしょ。はい、おすすめです。かわいいし。はい、ということでいろんなアイスあります。ぜひ、日本の美味しいアイス、ぜひ食べてください。かき氷、ぜひ日本に来た時ちょっと高くても食べてみてください。美味しいです。はい、じゃあ今日もありがとうございました。